僕は一輪車に感想をお願いします。行きましょう、せーの、ドン、ヤン、サン、ニ、イ。はい、イチーこと原イチーです。よろしくお願いします。おっちゃん、おちゃんどー。はい、おっちゃんことみやしょうがです。よろしくお願いします。せーの、チェピッピッピッチェピッピー。はい、チェピコトーセイナです。よろしくお願いします。何でしょうか。一つ目は久しぶりの名古屋に来ました。名古屋じゃないです。違うです。違うですよ。あれ、今日じゃない名古屋。ここでおバスが出るとは。はい、違うですね。久しぶりの滋賀に来ました。そう、めっちゃ久しぶり。久しぶりやんな。前来たのが覚えてるか？覚えてるか？めっちゃ前。めっちゃ覚えてないよ。チェリーも覚えてないからよ。でも覚えてるっちゃ覚えてる。そう、冬や、冬や、雪。クリス、雪降ってた。あ、そう、雪や。そう、雪が降ってる。雪が降ってる冬に来ました。はい、はい、冬に来ました。そう、めっちゃ前や。去年じゃ前ですね。今年です。はい、また来れて嬉しいですね。はい、2つ目は、2つ目こちら。ちょっと皆さんね、いつもの衣装と違うなって、まあ、気づいた方もいると言ったらいいなと思うんですけど、こちら66の初の T シャツになります。イエーイ。そう、66の T シャツです。はい、はい、EP 668 の EP の限定 T シャツですね。はい、はい、まだまだいっぱい残ってるので買っていっぱい聴いてくださると嬉しいですね。 CD もね、 EP です。あ、 EP あるのね。はい、2つもね、ぜひいっぱいで買ってください。はい、はい、それでは次の曲聴いてください。さよならメモリI'm not afraid to die.
最後の曲になりますが、ここで告知をさせていただきます。次の9月の定期公演は大阪が11日で、名古屋の定期公演が25日となります。そして今回の定期公演はブラウス縛りの衣装となります。イエーイ。では、スリナさん、ご説明いただけますか？はい、こちらからじゃあ、お説明をいただきます。はい、します、ね、します。はい、先ほど言った通り、上はブラウス。いつも通りのね、ブラウスの衣装で、下は、このスカートじゃなくて、スカートとかズボンじゃなくて、ジルの衣装になりまーす！イエーイ。そう、他に、可愛いスカートとか、そう、そういうのを着る、いつもと違うロクロクが見れる定期公演となりますので、ぜひ来てください。はい、そしてポニーテールとか、なんかツインテールとか、まあ、決まってないけどな、なんですけど、あの髪型もね、いつもストレートなんですけど、自由になるのでね、ぜひちょっと見に来てくれたらいいなと思います。はい、はい、それでは最後の曲聴いてください。ガイソニアの you
666ウェブと書いてツイッターに拡散していただけると嬉しいです。そして私たちは2部の3時15時40分からも出ますので見てください。はい、そしてこの後は特典みたいであります。皆さんぜひ来てくれたら嬉しいです。それでは以上、私たち